はい、大森さん、おはようございます。おはようございますというところで朝の特定的なと思います。はい、数値としてはこのような形になっております。まず何もない、勝ちたいんや、来たやろこれ、判定が。はい、どうも、ロパスです。はい、どうも、カコタスです。ご視聴ありがとうございます。ディスコード来ました。はい、お知らせの方で超ドリームコレクション翼くんと三浦くんというのがね判明しましたけども、はい、ディスコードの方で詳細来ております。確認していきましょう。よろしくお願いします。じゃあ上から行きましょうね。皆さんこんにちは、選手設計チームです。今回は超ドリームコレクションに登場する選手を紹介させていただきます。また5周年記念として特別に夢玉交換所へいでたもつを追加させていただきましたということですね。はい。超ドリームコレクション。今回の超ドリームコレクションの新しい選手は、サッカー日本代表公式ユニフォームを着用した全日本カッコライジングさんの大空翼と、サッカードイツ代表公式ユニフォームを着用したドイツカッコライジングさんのデューターミューラーです。まずは翼からご紹介いたします。大空翼。新規シュート必殺技。ラコルーニャ海岸アトランティックオーシャン水切りショット。ああ、こちら来ました。最高威力535、そんなに強いんですね。はい。特技チャンスメーカー、潜在スキル絆、カジバの底力、根性、ドリブル移動距離強化。絆に関しては技属性が3人以上いると全員のパラメータプラス 3%、 技属性が3人以上いると相手チームのパラメータマイナス 3% ということで、デバフです。はい。メインの必殺技ですね。メイン必殺技のラコルーニャ海岸アトランティックオーシャン水切りショットは最高威力535と、翼のシュートではカタルーニャの伝説に並ぶ最高威力の必殺技です。原作同様、かっこいい演出となっていますので、ぜひご覧ください。特技はチャンスメーカーで、パス先の選手の位置を調整できる効果により、相手の自動パスカットやマッチアップをうまく避けながら味方にパスを送ることができます。潜在スキルのドリブル移動距離強化とチャンスメーカーとの組み合わせにより、ドリブルやパス、さらにはワンツーと様々な選択肢からチャンスを作り出すことができます。さらに火事場の底力と根性もあるため、必殺技を積極的に使用でき、スタミナを消費していくことが、していくことで翼のパラメータをアップさせることができます。続いて、ミューラーの紹介になります。デューターミューラー。新規キャッチ必殺技。難攻不落のゲルマン魂。最高威力520。特技ロングフィード。潜在スキル、絆、パラメータアップ、海外選手キラー、キャッチマスター。絆は、即属性が3人以上いると全員のパラメータ、プラス 5% となっております。はい、即なんですね。メイン必殺技の難攻不落のゲルマン魂は最高威力520と、ミューラーのキャッチでは最高威力の必殺技です。ミューラーの熱いゲルマン魂を表現した演出になってますので、ご注目ください。特技はロングフィードで、キャッチでのセービング成功時に、自陣内の一番遠くにいる味方にボールを渡すことができるため、味方ディフェンスラインを飛ばしてのカウンターが狙いやすいです。海外選手キラーの効果により、海外選手に対してパラメーターがアップするため、海外選手メインの対戦相手に有効です。パラメーターアップの効果は、ドイツ選手のパラメーター 1% となりますので、ミューラー以外のドイツ選手を多く起用することがおすすめです。はい、最後ですね。7月の情報調整選手ということで、7月の情報調整選手は下記となります。情報調整選手は、ミスギ・ジュン、オランダの華麗なる侍。お、これあれですか、ネクストドリームかな、ハンス・ドールマン。強靭な守備の柱。ルート・クリス・バン。高連携のゲームメーカー。また、5周年記念として特別に夢玉交換所へ入れたもつを追加させていただきました。これ、同じことを2回言ってるんですね。最初と最後と。はい、ということでございます。はい、アプリの方に戻りました。ということで、翼くんとミューラーくんの、特技潜在スキルというところが明らかになりました。はい、おさらいになりますけども、まず翼くんは、特技チャンスメーカーですね。
潜在スキルが、まあ、まず属性が技ってことですね。で、技属性3人以上で、全パラ 3% のアップと、デバフ 3% ということでね、デバフパだいぶ強くなっちゃいますね、と。はい。で、火事場の底力と根性ついてるということです。さらにドリブル移動距離強化がついているということになりまして、何よりも必殺シュートがラコルーニャ海岸アトランティックオーシャン水切りショット535威力。単体技ですよね、おそらくね。ということなので、カタルーニャのね、あれはリバウルさん必須でしたけども、これは単独で使えるとなると、だいぶね、強いでしょう。はい。いやー、まあ、デバフデッキがさらに強くなっちゃいますので、怖いです。はい。ということでね、まずね、翼くんです。で、ミューラーくんですね。はい、こちらは、特にロングフィードですね。まあ、これはね、やっぱりカウンターやりやすくなりますからね、ありがたいですし、キャッチ技が新しいね、難攻不落のゲルマン魂、威力が520ということでね、強いキャッチ技が出てきますということですね。で、こちらは即属性ということなので、はい、即だから、まあね、この間の日野くんがね、技なんで、そこに対してはちょっとどうかなっていうのはありますけども、力のシューター、速のシューターに対しては、まあ、それなりに強いのかな。はい、どうでしょうかね。はい。で、潜在スキルが絆。こちらは即属性が3人以上で全員のパラメータプラス 5% となっています。で、パラメータアップがね、ドイツ選手に対しての、バフが 1% ということなんで、ドイツ選手は、トータルね、6% 上がりますので、まあ、これはこれでね、いいんじゃないでしょうか。はい。さらに、海外選手キラーなんですね。なんで、海外選手に対しては強いと。で、キャッチマスターがついています、ということでございます。キャッチマスターってあれでしたっけ？弾きを全部キャッチしてくれるやつでしたっけ？それはかなり強いですよね。最近だとね、結構弾いてコーナーキックっていう展開が増えてるような気がしますね。で、コーナーキックも今、必殺パスが使えるということを考えると、キャッチマスターはかなり強い、ありがたい、ね、性能かなと思います。はい。いや、どちらも楽しみですけども、まあ、個人的にやっぱり、ちょっとね、デバフのキャラクターが今使え、まあ、デッキになかなかハマりにくいっていうのはありますんで、やっぱり、ミューラーくん、一択かなと。はい。でね、最近やっぱりね、デバフデッキが非常に多いので、まあ、そこに翼くんが入ってくるとかなりね、嫌ですね。怖いっすね。はい。まあ、デバフだと今、翼くんは、ネクストドリームのね、力の翼くんを使っている方が結構多いんじゃないかなと思いますけども、それにとって代わるね、キャラクターになりますんで、チャンスメーカーも今回ついてますし、はい。かなり怖い選手が登場しちゃいますね。あとは7月の情報調整ということでね、ミスギ君とドールマンとクリスマンっていうことなので、これおそらく、ネクストドリームのやつじゃないかと思うんですけども、だとするとだいぶ早いっすよね。いやー、なんかこんな早く情報調整するとなると、まあ、全部、個人的には持ってないっていうのもありますけども、いや、どうなるんかね、ちょっと怖いっすね。はい。まあ、こんな感じでね、例えばネクストドリームのキャラクターなんかも、どんどん情報調整ね、してくれるのであれば、初期の方に出ているキャラクターも、またね、蘇って、使いやすくなる可能性っていうのは十分ありますんでね、そういったところは、今後、期待したいところでは、あるかなと思っております。はい。という感じで、まあ、日本代表ガチャがね、今日追加になってますけども、その、2日後には、翼くんが、はい、出てきますということでね、非常に楽しみでございます。はい。まあ、幸せに関しては、イベント系はね、この、5周年記念杯の第1回というところが、開催ということなんで、
なんかね、毎週毎週第2回第3回とかって来られちゃってもね、ちょっとあれですけども、他のイベントないのかなと思ってね、思ってしまいますけども、どうなんでしょう。であとね、翼くん、これあれなんですね、メイン技は明かされましたけども、これサブ技が特にね、今回書いてないのもあるので、可能性としてはね、もしかしたらサブ技でね、あのハイスピードトラネズスカイアルファとか浮き玉ついてたりしたら、これまたとんでもないことになっちゃうんでね、そこもね、ちょっと怖いっすね。はい。で、ミューラクに関しては幻のキーパー伝説、あれって威力いくつでしたっけ、500、ちょっと見てみます。あれを超えるとなると、どうなんだ、こいつですよね、これが最高510なんですね。なるほど。だこれを超えてくるので、はい、だいぶ強い。そうするとこの幻のキーパーの伝説をね、あんまりこう価値がどんどんなくなってきちゃうような気がしますけど、まあそれはそれでね、まあ強い技がどんどん出てくることはもちろんいいことだなと思いますけども、ちなみに Z って520だから Z と同じなんですね、威力がね。はい、そうですね。はい。いやー、ミューラーくん、ちょっとね、去年の、超フェスで自分は取れてなくてですね、結局ミューラーくんないので、はい、ここは楽しみにしたいなと思います。はい、そんな感じで、以上でね、ディスコード内容ね、終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。